アレクサンドラ・チュジナは、ソビート連邦の女子陸上競技選手、バレーボール選手。1952年ヘルシンキオリンピックでは、総幅跳び、総高跳び、やり投げの3種目でメダルを獲得した選手である。ソ連は、陸上競技の国際大会に参加したことがなかったが、1946年のオスロで開催されたヨーロッパ選手権に、初めて参加した。チュジナは、 この大会に総幅跳びの選手として出場。1メートル57で銀メダルを獲得した。チュジナは1948年ロンドンオリンピックにはソ連が参加しなかったため出場できなかった。また、1950年のヨーロッパ選手権には彼女が代表に選ばれなかったため、再び彼女が世界の表舞台に登場したのは1952年の ヘルシンキオリンピックとなった。彼女は混成競技が得意であったが、五種競技がオリンピックに採用されたのが1964年、東京オリンピックが最初であった。そのため、総幅跳び、総高跳び、やり投げの3種目に出場した。まず、総幅跳びでは6メートル14の記録で、ニュージーランドのイベット・ウィリアムズに次いで金メダルを獲得。 翌日のやり投げでも50メートル01の投てきを見せ、チェコスロバキアのダナザトペコワに次いで銀メダルを獲得。さらに3日後、ソータカ飛びでも1.63メートルで、南アフリカのエスターブランド、イギリスのシーラ・レーウィルに次いで銅メダルを獲得し、3つのメダルを獲得した。主ナは1954年のヨーロッパ選手権に出場。やり投げ、五種競技、総幅飛び。 総高跳びに出場。まずやり投げは47メートル05で5位という結果に終わる。総幅跳びは、彼女が出場していた五種競技の2番目の種目である、総高跳びと3番目の種目である200メートルの間に決勝が行われ、5メートル93で銀メダルを獲得。翌日の五種競技の2日目も行われ、トータルで4526ポイントで金メダルを獲得した。 また、後日行われた、総高跳びは、1メートル60で6位に終わっている。チュジナは、その高い身長とジャンプ力、腕力により、優れたバレーボール選手でもあった。1952年の第1回バレーボール世界選手権から1960年の第3回大会まで、ソ連代表の選手として出場し、3連覇を果たした。さらに、 ヨーロッパ選手権でも1949年、1950年、1951年と3連覇。1955年はチェコスロバキアに敗れ、準優勝に終わったものの、1958年にはタイトルを奪回、4度の優勝を経験した。しかし、女子バレーボールがオリンピックの種目となったのも東京オリンピックからであったため、中児は、 バレーボールでのオリンピック出場は叶わなかった。ありがとうございます。